こんにちは、委員の森本明信です。それでは12月定例会で審議された議案についての一部をご報告いたします。12月定例会は11月22日から12月12日までの21日間で行われました。まずは公の施設の指定管理者の指定についてです。公の施設の指定管理者とは、市が所有する公共施設の管理・運営を市に代わって行う者のことを言います。執行部からの説明の後、委員から指定管理者の選定方法についての質疑があり、執行部からはいくつかの審査項目ごとに点数をつけ、その合計点を基準に選定している。審査項目は申請団体の経営状況や利用者に対するサービスの向上などであるとの答弁がありました。また委員から指定管理施設における利用料金制度の収益に関わる考え方および業者が設定できる料金についての質疑があり、執行部からは利用料金制度では利用料は全額指定管理者の収入になり、また料金の設定については現在条例で定めている金額の100分の50から100分の150までの範囲で市と協議した上で設定できるとの答弁がありました。以上の審議の結果、この議案は可決されました。その結果、指定管理者については健康長寿センターをはじめ8カ所の施設の管理者が指定されました。今回の指定管理者の指定は、先に述べた利用料金制度を取り入れた施設もあり、結果として市の財政負担の軽減が図られるのと同時に、指定管理者においても各施設において工夫を凝らした管理運営ができるようになります。次に12月定例会の補正予算に関する質疑についてご報告いたします。市の教育支援カウンセラーの報酬を増額するための補正について行われた質疑です。執行部からの説明の後、委員からカウンセリング希望者が増えているということだが、これは児童生徒なのか、あるいは保護者なのかとの質疑があり、執行部からは児童生徒のカウンセリングの数も増えているが、最近では不登校や虐待などいろいろなことが社会問題になっており、家庭からは保護者が落ち着いて安定しないと子どもも安定しないと自覚されている方もいるので、少し話を聞いてもらいたいという相談も増えているとの答弁がありました。以上の審議の結果、この議案は可決されました。この結果、市の教育支援カウンセラーの相談体制の充実が図られることになりました。以上で12月定例会の報告を終わります。